さんこんにちは、ゆるカフェのゆかです。今日は皆さんお待ちかねのというか、この間ダイソーの韓国ダイソーの新メイクシリーズのプレゼント企画をやったのを覚えてますか？でその動画に本当に本当に本当にたくさんのコメントを書いてくださって、本当に私すごい一個一個見ました。一個一個見て、で皆さんの熱い思いを教えてくださいっていう風に以前の動画で言って、それをすごく忠実に守ってくれて、でリクエストとかもちゃんと書いてくれて、もう本当になんか一個だけしか今回商品が見つからなくてできないじゃないですか、プレゼント企画だけど、なんかこれからももっともっとプレゼント企画やろうって思えた、すごいいいきっかけになった動画になりました、私にとって。なので今回いろいろ読ませていただいて、皆さんのすごい熱い思いだったりとかで、あとすごい感動、なんか読んでてすごい感動したりとかっていうのがたくさんあったんですけど、ありすぎて私もやっぱりそれを基準では選べなかったので、やっぱり平等に行こうと思ったので、じゃん、私の MacBook なんですけど、今ランダムでロトみたいなのがあるんですね。韓国語でチュチョンギって言うんですけど、それを利用して、見えるかしら、皆さんの名前を書いたんですけど、音を利用して今から1名様を決めていこうと思います。はい、ドキドキするね、どうしよう。でもね、これで当たらなかった人も今度韓国コスメだったりとかプチプラのものだったりとか探して、結構頻繁にプレゼント企画できるように頑張っていくので、皆さんもぜひ次回応募してみてください。それでは行ってみようと思います。レッツゴー。3、2、1、ダブー。あ、この方、私の読み方が間違ってなければ、リサ伊藤って書いてあるんですけど、伊藤リサさん、ここにちょっと載せておきます、お名前、伊藤リサさんに決定です。イエーイ、おめでとうございます。今日これからご連絡させていただくので、私は多分インスタグラムの DM で連絡をさせていただくんですけども、もし連絡取れなかったら Twitter の方にメッセージを送っていきたいと思います。なのでお楽しみにしていてください。でもその他の応募していただいた方も本当に一個一個見たよ、コメント見たし、なんかこういう皆さんと直に会話ができるような、そういう動画ってとってもいいなって思ったので、これからも皆さんコメントよろしくね。結構嬉しいの、コメント読むの。なのでそんな感じの今日は発表動画になります。これからもゆかチャンネルよろしくお願いいたします。インスタグラムとツイッターのフォローもよろしくね。チャンネル登録もお願いします。それでは次の動画で会いましょう。バイバーイ、アンニョン。